山に忘れたパイプーの署名は、のぞり子が、舞台、藤島敏夫7月12日から1976年9月9日は、日本の登山家、銀行家、日本銀行幹事、作家の藤島康介は実施、ジャニーズ事務所代表取締役社長の藤島ジュリー恵子は孫、神奈川県横浜市に生まれる、三重県人、藤島の平の長男、 小学生の時に、三重県小物町の御在所だけ山奥にある祖父母のもとに、奇遇。第一高等学校在学中に旅行部に所属して、登山に親しむ。1919年日本山岳会に入会。日本山岳会早期の会員で、開拓的参考を重ねた。当時、指導者であった小暮里太郎とは1919 19年スカイ山へ、1920年。 利根川源流大水城山、平ヶ岳、私物山、湯の小屋に同行している。この年、利根水源の登山の直前には、登山者としては、初の線の倉山としげ倉岳、谷川学獣層をこなしている。その他にも、数多くの参考を活発に行った。1921年、東京帝国大学法学部政治家を卒業し、日本銀行に入校。 熊本、京都隠し店長、文書局局長、幹事を歴任した。川原五郎の長女と結婚、1933年に長男の安助が誕生。昭和34年、深田久也もちき達夫と一緒に登った、餃子山1935年から3年間は、日本銀行パリ駐在時にマッターホルンなどの、スイス・フランスのアルプスの山々に登った。 第二次世界大戦後は混雑する山を嫌い、奇襲登山と称して人気のない山を訪ね歩いた。晩年、深田久也とは馬があったようで参考を共にすることが多かった。その深田が1971年茅ヶ岳において脳卒中で急性した際も同行していた。その際に藤島は僕たちは眠った深田君の傍らで、 国国式帳の変わってゆく富士を眺めながら、目前として、安全として、小然として佇んでいた。と回想している。晩年、日本産学会名誉会員となる。深田久や小林義正、も月達夫らの勧めもあり、1970年には54年の文章を集めた山に忘れたパイプを出版。これが唯一の著書となった。 趣味は登山、スキー。住所は東京都新宿区、諏訪町。ありがとうございます。